顎を出したこの状態にしてみてください。喋りにくいんですよ。これを顎を引いて頭を上に持っていくってすると出しやすくなる。はい、松田啓太です。動画をご覧いただきありがとうございます。今日もですね、痛みやなすがヒントだったりアイデアを治療科のあなたにお届けできればと思います。今回はですね、こんにちは。あ、やばいってね、声が出づらい、ありますよね。なんかこう喉がね枯れちゃってとかじゃなくて、出づらいとか頑張らなくて出ないとか、昔みたいに声が出づらいって人結構いらっしゃるんですよ。これはもちろんね、声帯って言って喉も筋肉なんで声が衰えてきてってもありますけども、それ以外にも声が出づらいっていうのはメカニズムがあります。骨格だったりとか、ある筋肉だったりとか、あるポイントを押さえると入りやすくなったりってのもありますので、今回ですね、この喉、声が出にくい、でもあんまりね気にしてないんだけども、あ、出ると嬉しいって人結構多くないですか。しゃがれ声でねずっと喋ってらっしゃる方、肩こりだったりとかお腹の痛みだったりとか腰痛、ここにも関わってくること多いですから、ぜひね今日の動画見ていただくことによって、もしかしたら肩こりとか五十肩とかで改善しにくい患者さんが改善できるようになるかもしれませんし、声が出にくいって患者さんの声がね改善できるようになってたりとか、あとは歌手の方だったりとか発声をやってる患者さんがいらっしゃればですね、これ使えると思いますので、ぜひねこちらの方アプローチやってみてください。実際なんですけども、声が出にくくなるっていうのは何かって言ったら、もちろんさっき言った通り、喉も筋肉ですね。咽頭ってところに筋肉がたくさんあって、あとは声門って言ってね、声帯って言って声を出すところがあったりします。こんな風にね。あとベロだったりとか、使いながらやっていくんですけど、声が出にくいだったりとか、しゃがれてしまってる状態だったり、なんか、わーってなってる状態っていうのは、いわゆるこう喉の奥、喉の中の状態っていうのが結構あったりします。私もそうなんですけど、やっぱ喋る仕事をやってるとどうしても枯れます。逆に言ったら、綺麗な声が出せる人たちってどうしてるかっていうのを考えてもらうとね、いいんですよ。綺麗な声を出し続ける、いわゆる歌手だったりとか、一番分かりやすいのはオペラ歌手。私もあの歌手の方一人いらっしゃったんですけど、どうしてるんですかっていうと、よく言われるのがこういう風にギューッとこの辺からこう声が出てくるようなイメージでやってくださいって言うんですけど、あれイメージ意味わかんないじゃないですか。ここから声出らんけどみたいな感じなんですけど、これねちゃんとね結構ちゃんと意味があって、すごく大事、ポイントとしては大事なんですよ。声がいわゆるまっすぐ出るのが大事なんですよ。音って結局当たれば当たるほどちっちゃくなってくるんですよ。例えばマイクに向かってあーって直線的に出すと、これ多分これ大きくなってます。ですけどこれをあーって上に言うと、これ響きにくくなる。今なんでかって言ったら、1個壁を返して音が入ってくるからですね。音ってまっすぐ出れば出るほど綺麗な音が出ると思ってください。音が出るってどこから出るかって言ったら、肺から出た空気が、声帯っていう喉を通って口から出てくる、肺にこう空気が出た場合にまず当たるのがこの声帯ってとこですね。で声帯に当たってここのね部分には2個あるんですよ。何かというと背骨がありますね。でその前に食べたものが入っていくっていう食道が後ろにあります。そしてその前に声帯があるんですよね。いわゆる喉があります。空気が出る場所、気道って言いますね。気道と食道がこんな風にあります。気道を越えていくときに、ここにいわゆる喉があるんですね。だからここでまず当たるんですよ。当たって後ろに行って、喉に当たって前に入っていくっていう意味があるんです。上がってきますよね、まっすぐ食道に落ちてくんで。食道に落ちてくるのに気道があったら、これ食べるたびに気道に入っちゃったらむせてますよね。だからどちらかというと食道が真下にあって、喉から入ってきて真下に食道があります。でちょっと入り組んで前に行ったところに気道がある状態なんで、上がってきた空気っていうのは声帯を通って喉に当たって後ろに行って前に出るわけね。なので 1,2,2 回返してるわけですよ。であと鼻からも出ますよね。こんな風にギューって回ったりすれば、まだいろんなところに当たって声が出にくい、響きにくい、入りにくいっていうこと。それを解決するために、じゃあ声だけをまっすぐ出したい、これ一番いい方法これですこれなんですけど、これはこれで首が進展してるんで狭くなりますね、この中が。なんで何しないといけないかっていうと、これなんですよ。これです。これ意味わかります？背を伸ばすような状態、これすると首が伸びるんですよね。で首ってこんな風に反ってるわけですね。反ると前側圧迫しますよね。圧迫するのを後ろにやっていく、首がまっすぐなるような状態にしていく、いわゆるこうなってるのをこうしていく状態ですね。にすると前側の圧迫が抜けてきますね。圧迫されなくなる、イコール空気の通り道が広くなる。プラスアルファ、後ろに持っていくことによって気道が喉の真下に来ますよね。喉から入ってきたのが食道にまっすぐ降りる。だけど首が後ろに行くことによって気道が後ろに行きます。そうすると出やすくなるんですよ。だから例えばね、みんなもやってもらっていいんですけど、顎を引いて頭のてっぺんをぐーっと上に引っ張るような状態にしていくと声出やすくなるんですよ。この状態、多分顎を出したこの状態にしてみてください。喋出にくいんですよ。首も反ってて、ここも狭くなってる、プラス気道が前に行ってる状態だから出にくい、私の声も出にくいですけど、これを顎を引いて頭を上に持っていくってすると出しやすくなる出ますよね。こんな風に出やすくなるわけですよ。だから歌手の人とか声を出す人たちって、頭から出せっていうのは、ここから出すイメージやってると、ここ
はまっすぐ上に持ってかれますね。糸で引っ張られる感じで、そうすることによって反ってるっていうのがなくなっていきます。そうすると前側の圧迫が少なくなる、プラスアルファ気道が後ろに行くんで喉が出やすくなる。声が出にくいって逆なんですよね。首が反って顎が上がってるっていうこの状態が一番出にくいわけよ。気道も狭いし前も圧迫されるし、気道が前に行って音も反響するし出しにくいっていうことは、どんな姿勢か、この姿勢です。顔が前に出てチンアウトって言いますね。チンっていうのは顎がアウトしてる状態プラスの首がこうなってるっていうストレートネック、こんな状態イコール猫背の状態ですね。だからアプローチしないといけないっていうのはこの顎を引いて首を伸ばすっていうことをしないといけない。でこれどこがじゃあ力入ってないかっていうと、これはですね、いわゆるこの状態になってますよね。ギューッと前の筋肉伸ばされてる状態、この首をこんな風に持っていこうとしたら首の前の筋肉が収縮していけば伸びますよね。この状態チンインって言いますね。チンイン、この状態がしっかりできれば声出やすくなる。そして逆に言うとここの筋肉がしっかり鍛えることができれば首が伸びる、猫背も改善する、ストレートネックも改善するってことは肩こりとか首こりが改善しやすくなる。そこから紐づいて五十肩とか腰痛も改善しやすくなる、首由来の肩とか腰の痛みも改善しやすくなるっていうのがこの前の筋肉になります。じゃあこの前の筋肉何なのか、これが頸長筋っていう筋肉なんですね。頸長筋っていうのは首の長い筋肉と書いて頸長筋って言います。で頸長筋はこの首の前、ど真ん前ですね、本当に前について、この大腿底波っていって胸椎の3番から4番前に作ってるすごく長い筋肉、この筋肉が収縮するとどうなるかっていうと、こう今山なりになっててこう伸ばされてますよね。これが収縮するとこんな風にギュッと伸ばしていく、ぐーっと伸ばしていく、この頭を伸ばしていくプラス顎を引くっていう動きになります。声が出にくい場合はこの頸長筋はしっかり収縮してあげる、鍛えてあげるってことをやっていくことによってこの声が出にくいも改善してきて、肩こり首こりも改善してきますってことですね。でこの頸長筋をですねアプローチする方法をね今日紹介していきたいというふうに思います。で今からね実際やっていくんですけど、頸長筋鍛えると言った通り声出やすくなりますね。で分かりやすいんですけど、じゃあ実際ちょっと変わるかどうか、はい、変わるかどうか、どんな声ですか最初。こんな声です。ちょっと分かりました。なんはい、こんな声ですね。 OK、はい、じゃあ上向き寝てもらって、はい、じゃあ頸長筋ね運動療法になります。で言った通りこれは肩こり首こりとかも使えるし、いろんなところに使えますから、ぜひねアプローチやってみてください。で頸長筋ちょっと本当はこちら側からアプローチするんですけど、ちょっと見やすいようにこっちからアプローチします。で頸長筋なんですけども、これね首の真横ど真ん中触ってもらうと、ここにコリコリっとした骨があります。これがいわゆる横突起ってやつですね。この横突起の前側になりますので、首のど真ん中前後もど真ん中の部分触ってもらって骨がある、これを前側に行きますね。前側にクーッと行くとここに触ることができます。頸長筋ですね。でここには頸動脈とかっていう動脈もあったりするので、強く触った時になんか痛みがあるとかしびれが出てきたとかっていう場合であれば触るのやめてください。ですか。アプローチの方法としては頭のてっぺん、ここを伸ばしていくイメージ。まずね顎を引きます。グッとね、よく言うのが顎を喉に刺してくださいみたいな言ったりしますね。ただこれするとこんな風に曲がっちゃうことが多いですね。これはこれでいけないんで、顎を伸ばしてもらってここをグッと首の後ろ側を伸ばすようなイメージね。首の後ろのアーチありますね、こういう反ってるところ、この反りをなくすようなイメージなんで、こんな風に手を入れてもらってここ潰してくださいって言いますね。顎を引いてグッとでやってあげると声が出にくいというか、なんか詰まるような感じになりますけど、これがちょっと今頸長筋が入ってる状態ですね。はい、力抜いて、でこれはですねだいたい7秒間を5回から7回程度やっていきます。これグーッとやっていきますね。1,2,3,4 で後ろからグーッと押してってっていうのをね、はい、力抜いて、でこの時に肩に力が入ったりとか足が曲がってくるとか、お腹にグーッと力入っちゃうとか、こういうのはないようにしてください。はい、でこれで7秒、はい、押して1,2,3,4,5,6,7 はいってことですね。5回から10回程度ねやっていきます。実際ねこれどこ触ってるか分かんないとかありやすいかもしれないですけど、私トータチオカレッジって中では目線カメラで治療テクニック紹介してたりしますんで、ぜひね気になる方はそちらの方もチェックしてみてください。あとですね、ここでねトータチオをもっともっと深めてみたいって人が出てきたらですね、無料の教科書もダウンロードできるようにさせてもらっているので、概要欄の方からぜひねそちらの方チェック入れてみてください。はい、やってみて、顎引いてですね、グッと入れていく、肩にも力入んないね、首だけ3,4,5,6,7ですね。はい、もう一回いきましょう。ぐーっと首の後ろ側をこう伸ばすイメージ。だからこうじゃなくてこうですね。顎を引きながら。はい、5,6,7。OK。もう一回ぐーっと引きながら。で、この時にこうこっち側に行ったりとかこっち側に傾く人がいるんですけど、できるだけまっすぐですね。上から見ながら実際やってます。まあ、傾かないようにやってください。6、7ですね。
そんなに難しいテクニックではないですけども、まあ、首こり肩こりとかにもすごく効きやすいですね。あとは肩甲骨の周りとかもしっかり緩めてあげて、胸が張れるようにしてあげることで顎が引きやすい状態が起きてくる。実際じゃあどうですか、変わってますかね。わかんないですけど読者さんがやってこう見てる人が決めるかなと、はい、で実際の声出やすくなったかとかってですけど、自分でやったらわかりますけど、顎引きながらこう頭伸ばす感じでやっていく。で実際に歌手の人とかもやるわけじゃないですか、お腹から出してこう抜けていく感じみたいな、ね、頭から上から抜ける感じ、これっていうのはこのメカニズムだと思ってください。なのでやっぱり、ね、この姿勢猫背だったりとかっていうのは痛み起きやすい、首こり肩こり起こしやすいので、ぜひねこのアプローチやっていただいて、ただこれ以外にも胸郭とか腹部骨盤ってところにもアプローチをしていかないといけないと思います。ですけどまずはねここしっかりメカニズムが分かって、知識が分かってからこの技術をやっていくっていうことをぜひやってみてください。で知識がなくてテクニックだけやってもなんで治ったか分からなかったら自信になりません。知識だけやっても治し方が分からなかったらこれ治せません。この知識があってそしてなぜなのかっていうのを分かって技術を深めてやっていく、この2つがつながることで初めて自信を持って治療できるようになっていく、セラピストになれると思いますので、ぜひ学びを深めていくこととやってみてください。で今日の話聞いてみてね、よかったと思えばぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。あとね疼痛治療の教科書無料でダウンロードできるようになってますので、今日の話聞いてみてもっと深くまで学んでみたいって人であればですね、ぜひそちらの方もダウンロードしてみてください。あとですねコメント高評価いただけるとすごく励みになりますので、ぜひそちらの方もよろしくお願いします。では今日これで終わっていきましょう。今日も動画をご覧いただきどうもありがとうございました。また見てください。どうですか、楽楽です。私明日司会業が、あごめんごめん、聞きました司会が明日入ってるんです、よかったと思っていいこと聞きました。司会進行ここから声出す、ここから、はい、司会進行なんでちょっとこの声が出づらくて、うん、まあ、整体に来る方もいないとは思うんですけど、うん、逆に問診というか会話をしている中で気づきやすいですよね、頻尿とか他に比べると、しゃがれてる、喉枯れてる、ああこの人そうだろうなとか、先焼けみたいな声の方、おじいちゃんおばあちゃん、先かタバコかどっちかね。タバコ吸ってると結局また肺は肺で悪くなるからこんななっていくし、結局まあなんかこの辺り治療せ、腰痛できてもこの辺り治療せんといかんだろうなみたいなの思いますね。声を出す人はウーロン茶はやめろっていうふうにはなんか言われてきました。へえ、テレビの時のナレーターさんとか絶対にウーロン茶、そうなんですか。なんですか、なぜかというと油を取るじゃないですか、ウーロン茶って。ああ、はい、喉の油を取っちゃうから、あ、脂肪を取る、吸収する、食事にはいいけどって話ですね。喉には悪い、喉自体にある油を取っちゃうからガラガラになりやすいんです。確かに声の仕事をしている方はウーロン茶やめた方がいいです。へえ、使います。成田さんには絶対にウーロン茶出しません。おっしゃ、じゃあ俺もこれで慣れ、あれプロデューサーできるわ、テレビの頑張ります、はい